からセンター前ヒット1本打っています。初球打った、ライトー、これはもう文句なし、どこまで行く、最上段。打球は伸びていく、どこまで行った、ホームラン。ライトへ、今度はどうか、伸びていく、入った、今度はツーラン。抵抗カウント、文句なしの一発だ。なかなか難しいですよね。ライトへ打球が上がる、いいでしょう、もうこれは入った2本のタイムリー打って、これも快音が響いた、マツダスタジアムバックスクリーン直撃だ。今シーズンヒットを1本放っています。ライトへ上がった、ボール際に上がって上がった、打った、ライトへ、ガンガン伸びていく、入った。自身が持つ最長記録を今日もまた更新することになりました。いい当たりだ、レフトの T 岡田は一歩も動けない、スタンド中段に突き刺さりました。この打球はもうライトは追わない、第6号2試合です。捉えました、坂本の打球、3階席に入りました。2人とも3割5分近くあって ね、 ね、上位にいますんでね。これまたどうだ、これまたいった、2打席連発。エル・ドガメ、とにかくパリーグナンバーワンといいますか、パリーグ一番非ホームランの多いドガメ、センターへ打球、歓声が上がる、センターの攻撃、追いかけていった、追いかけて見上げた、入った、同点。確率が高いってことなんでしょうね、あそこへ行く強い打球が、はい、レフトへ高く上がった、まだ落ちてこない、しかも落ちるところはもちろんこのスタンドイン、すごい。レフトに上がっている、レフトも追わない、そのままスタンドへ。2度目の対決です。これはどうか、残るか、レフトポール際、It's gone。 レアですね。そうですね。さあ4回の裏、エルドレッド一振り、レフトスタンドへ、2試合連続になり、守備に入った鳥谷、捉えた、捉えた、センター後方、センター後方、入った。やっぱりちょっと一番体力的にも辛いところだったかもしれませんが、まあ、そうですね、はい、引っ張ってレフトへ、これはホームランです、文句なし、レフトスタンド上段に飛び込みました。見逃して欲しかったですね。はい、2球で佐々木はインコース、お